こんにちは、マルキュー株式会社の山本です。今日は3月1日に発売となりますチヌパワー激おも、紹介に来させていただきました。よろしくお願いします。この製品の特徴としましては、マルキューの製品の中で一番、比重の重たいチヌの浮かせ釣り、浮き釣り用のハイドウェイスとなります、はい。非常にこの重さっていうのを感じていただけるかと思うんですけれども、はい。中身を見ていただければかなり結構粒子の細かい餌となっております、はい。でまとまりも非常にいいですので、粒子の粗い製品と混ぜてブレンドしていただいてもそこにしっかりと、とどまっていてくれるっていうような製品になります。重たいメリットってどんなことが？そうですね、風に負けない円筒性、うん、はい。あと潮の流れに流されない、うん、軽い餌ならば結構潮流れに乗せられて、うん、思ったポイントからずれてしまうっていうところがあるんですけれども、うん、はい。非常にこうダイレクトにストンと落ちてくれますので、うん、水深のあるところ の釣り場なんかは非常にもってこいの製品となります、うんうんうん。また粒子の粗い、皆さんご好評いただいてます激粗ですね、こちらの粒子の粗い製品とブレンドしていただいても、はい、まとまり加減はすごくいいんで、そこにしっかりとポイント作れますし、はい、途中であまりこう崩れないような、製品になるかと思いますので、ぜひご利用いただきたいなと思います。こちらのマルキューさんと一緒に作らせてもらってる、はい、チヌマックスプレミアムとの相性とかってどうなんですか？はい、プレミアムに関すれば麦でも黄色い麦が入っていたりと、はい、あとは粒子の粗いものが入ってますので、はい、こういう粒子の細かい餌とブレンドしていただくには最適の製品になっております、うんうん。で匂いもかなり黒糖の匂いも、うん、プレミアムの方がついているかと思いますので、はいはい、視覚的な部分と匂いの部分と相乗、うん、プラスアルファプリン、はい、次こがわれますので、じゃあバッチリバッチリですね、はい、わかりました。あと2月の1日に発売させていただきました、餌持ちイエロー、こちらに関すれば従来の食いしぶりイエローと違いまして非常に張り持ちがいいです、うん。遠投したりこういう餌を使うときに水深のあるところでも、途中に餌取りとかフグとかね、ベラとかっていうのかじられてもそこの方でしっかりとかけらはしっかり残っているというような張り持ちのいい合わせ餌、練り餌になりますので、合わせてご使用いただければなと思います。わかりました。じゃあこれ使って、チヌをいっぱい釣ってください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。